なんかね、そういうボーン、ボーンとか、そういう、うん、半分もしかないですよ。じゃあさっきちょうど人形焼き食べてなんかちょうどいい感じ。ああ、よかった。プロだかもしれない。生放送でお届けしていますベイ FM 1水曜日です。今日はこの時間ゲストにスタジオにお越しいただいております。お願いします。こんにちは、モルカルマイナス74ボーカルの竹内和樹とギターの井上優斗です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。主に竹内さんが作詞をしていらっしゃいますけれども、井上さんも作詞をしていたり、 あとはベースの高橋さんだったり、皆さんされてますけれども、竹内さんが見て他の方のこう作詞っていうのはどうですか？そうですね、やっぱり自分では使わないこう言葉であったりとか、 あとこういう韻の踏み方するんだとか、うん、なんかそういったものはやっぱ面白いですし、なんか人柄は結構出る気がしますね、うんうんうん。はい、先ほど落語の話じゃないですけど、やっぱそういうなんかこうバックのこう人情味とかそういうの好きな人なんですよ普段から。でベースの高橋くんは結構そう音楽音を作る上でも結構こうなんて言ってんだろう、建築家じゃないけどこう構築していくのが好きで、うん、だからその歌詞とかもなんかこう言葉をこう構築してってこの人は作るタイプなんだなとか、なんか自分にはないものがあるんで、それはそれ見てて面白い。最初から皆さん詞は書いてたんですか？いや、もともと書いてなくて、前回のフルアルバムであの井上くん一曲書いてはいるんですけど、まあ、曲をそれぞれみんな、もともと僕しか曲を作ってなかったんですよ、このバンドで。で、みんな曲作るようになって、で、最初はあの二人が書いてくれた曲に僕が歌詞を乗っける形だったんですけど、詞が先で、そう、あ、いや、曲が先、曲が先ですね。はい、でその後に僕は歌詞をつけるっていう感じなんですけど、僕らはその楽曲に季節感であったりとか、うん、こう時間帯であったりとか、うん、こうその音でこう風景を描写するみたいなのをこだわっていて、落語と一緒だ。あ、そうですね。そうですね。共通点ね。そうなった時に、果たして僕が歌詞を書くことが曲がヘルシーなのかって思い始めたんですよ。その作った人の頭にしかないきっと想像とか妄想とかその風景があると思うんですよ。そうなった時に僕が書くより書けるのであれば、その曲を書いた人が書いた歌詞を書いた方がよりこうその曲が喜ぶんじゃないのかなっていうのがあって、あ、今回書いてくれたその2曲に関してはちょっと歌詞もお願いしてよっていうので試みたという感じですね。井上さんにとって作詞は？そうですね、うん、どうでしょう、あの竹内和樹っていう人に歌ってもらう、うん、このモルカルマイナスラジオのボーカルに歌ってもらうっていうことを考えながら作詞するっていうのが今回自分のテーマにしていて、うんうん、前作で作った作詞した時は結構自分の思いの丈をこうぶつける形で書いてたんですけど、どちらかといったらもうちょっとこうアーティスティックに、このバンドのこのボーカルが歌うっていうことを想定した時に、そういう自分の感情だったり気持ちだったりそういうパーソナルな部分は一回取っ払って、もうちょっとこう自分の思い描く物語とかをなんかこう説明しながらこれを歌ってほしいっていう方がなんかいいなと思って、今回それでそういう関係でトライさせてもらいました。フラミネというね、はい、曲をね作詞しましたよね。井上さんから見た竹内さんの詞っていうのはどういった印象なんですか？あ、そうですね、なんかもう本当に普通にそれこそずっと書いてくれてたんで慣れてた部分も全然あったんですけど、うん、改めて自分で作詞するとこう並べた時にすごいやっぱり美しいなって思いますね、うん、言葉選びとかが、ね、初めて聞きましたちょっと似合って、ね、初めて聞いたあまりね、名探がね褒め合ったりとかってね、こういう時じゃないとね恥ずかしいですね